神の霊木が葉隠れた地を飲み込んだ。葉隠れはそこで手に入れた光の緑のソードブレイブで周防を守り、リローブとのバトルを制した。剣たち、光のソードアイズがそれぞれ動く中、葉隠れはふるさとの危機を救うためコルガ村へ急ぐのであった。天が凌駕したように淀んでいるでござる。前よりも薄気味悪い。コノハ、そやつは百人抜きで村を奪うと言ったのでござるな。うん、ものすごい手だれで、見てるだけでこっちが震えちゃうでござる。周防たちのことも気になるが、まずはコルガ村を助けに行くでござる。葉隠れ、頼んだよ。忍、アトランティアの歴史を知りたいだと。刃、お前は俺に言ったよな。お前に従うことは王子として学ぶことだって。お前を理解する前にもっとこの国のことを知りたいんだ。ここは亡き父上の部屋だ。お前はまず父のことを知るべきだ、うん、父上は常々質素倹約に努め、病気で亡くなる直前までここで執務をしていた。あ、これってもしかして生まれた頃の俺？それにこっちは刃。葉隠れ、愛を取り戻せ。ゾワッとするほど地道な作業。何度も言うけど、口ではなく手を動かしてください。へい。うわ、俺の評価低く。そちらも真剣にお願いしますよ。待ってるよ。まったくもう。あった。ゾワ、誰だ。ブラちゃん。代々アトランティアに仕えてきた大臣たちの記録か。いた。記録がない。真っ白ゾワ。ガールドスちゃん、ますます怪しくない。やはり影は踏めずか。あら、ブラウちゃんもこれを見に。想像は自由だ。あ、うん、あー、その子ね、なえっとえっと、僕ちゃんの彼女。え、ほら、ご挨拶。うん、毎度。やばい。仙台王とガルドスが訪れた聖地があると聞く。そこを探せ。助かった。仙台王とガルドスが訪れた聖地か。ライフで受ける。僕の負けだ。嵐の兄が負けた。これで99人抜きだブン。5人で代わる代わる私に挑んできた。そのしぶとさは認めよう。変わり身の術、見破られていたのか。変装してもバトルの立ち筋は変わらない。さあ、100人目は誰だ。お前いけぶ。次はお前の番だろう。相手の方がお腹が空く。わしが相手じゃ。お頭、山彦流忍法師範コルガ村最強のヨラバ大尉がお相手する。とわーっ。腰が。こんな時にぎっくり腰とは。拙者が相手でござる。パシフィストーリーアタティアコエイン。コルガの村に戻ってきた葉隠れ様のお帰りだ。葉隠れ、久しぶりだブ。葉隠れ、みんな元気にしていたでござるか。彼女連れで帰ってきたブ。ん、今、背筋がヒヤリと。彼女じゃないでござるよ。ほんと、マジありえないから。そこまで否定しなくても。葉隠れ、よくぞ戻ってきた。お頭、また腰やったでござるか。ここはお前の村だったのか。はぁ、ソラ。アトランティアから来た男とはお主であったのか。そうだ。唐辛子を。甘党のソラがあやつを知っているのか。拙者たちの仲間でござる。あ、それ！あ、あ、あ！
やはり白亜殿の言う通りガルドスに操られているでござるな。ソラ、村は渡さないでござる。光の緑のソードブレイブでござる。葉隠れがソードブレイブを、なんと面白い。8人目は貴様だ。ソードブレイブ。ゲートオープン、解放。瞳の剣は思いをつなぐ、定めと戦う友との絆、交える刃に愛あらば。忍、心で止めるは忍びでござる。光の忍者はがくれ、愛ゆえに友とまみえん。には、この村から出て行ってもらう。勝つのはこの私、貴様たちにはアトランティアの軍門に下ってもらう。頑張れ、葉隠れ。頼んだぞ。はい、来た。空は光の戦士ガイウスを召喚。第2ターン、葉隠れは白光ハヤトを送り出す。召喚時効果で空のガイウスを拾う。白光ハヤトは空のライフを砕いた。第3ターン、ソロは光の闘士ランダルを召喚し、ターンエンド。第4ターン、葉隠れは忍び中飛を繰り出し、召喚時効果でボイドからコア1個を逆光ハヤトに置いた。そして第5ターン、ソラが動く。くっ、ファイナル、青の支配者、先進ゼルドナーグを召喚。召喚に必要なコスト、光の戦士ガイウスからもらった。出た、空のキースピリット。アタックステップ、進撃せよゼルドナーグ。アタック時効果にワンチャージ、デッキを6枚破棄。青のデッキ破壊、骨身に染みるでござる。まだの破棄した中、マジックカードあり。よってゼルドナーグにシンボルを追加。ダブルシンボル。愛を持って叩き潰せ。こう、ナイフで受けるでござる。はがくれ。ターンエンド。愛を持って叩き潰す。いやはや全く別人でござる。お主の愛には厳しさの中に優しさがあったでござるよ。今の私が求めるものは叩き潰す愛だ。ソラ殿、メインステップ、白光ハヤトをレベル1にダウン。音に聞こえし伝説の緑に輝くその翼、羽ばたけ。コルガ法王ネクラマル、堂々剣山。決まったでござる。はがくれのキースピリットよ。レッグーマルの召喚時効果発揮、分身。デッキの上から2枚までを裏向きでフィールドに置き、コアを乗せる。そのカードはレベル1 BP3000、 緑の分身スピリットとして扱う。ニニニン、分身レッグーマルの登場でござる。これぞ忍びの術。面白い要求、大した召喚時効果だ。アタックステップ、コガ法王レッグーマル、忍んで飛ぶでござる。ランダルでブロック。ターンエンドでござる。メインステップ、ネクサス、光灯る三叉灯台を配置。ケーキにロウソク、次はフォークよ。光灯る三叉灯台の配置時効果、大地を切り裂く光の青一閃。爽快の体験、メールストロム召喚。
爽快の体験メイルストルム、先進ゼルドナークにブレイブ、アチョー。